ブラブリッツ秋田にわしおんです。妻のマリナです。栄養士の資格を持っていて、いつも食事を作ってもらっています。豚肉と長芋の梅しそ炒めを作ります。梅2つと長芋とシソとあと豚肉、これ豚こまでもいいし何でもいいんですけど、今日は肩ロース、豚の肩ロースを使います。長芋の皮を剥いて、こちょっとしちゃっていい？うん。よく手伝いされるんですか？結構手伝います。そうなんだ、助かりますね。はい、盛り付けとかめっちゃ綺麗にセンスあって。いや、そんなことない。私が聞くぐらいです、いつも。繊細なんですね。なんか繊細ではないんですけど、グワーってやってなんか結局いい感じに出来上がるみたいな、なんかセンスが。これ今梅をみじん種取ってちょっと叩いてます。もうなんか流れとしては長芋を焼いて、でまた焼いて、でこの梅のソースかけたら終わりって感じなんで。この梅の梅屋さんとか作さんとかが疲労回復にすごくよくって、夏にぴったりの旬のシソとかも使って、ちょっと抗酸化とかで、この豚も使うんですけど、豚のあのビタミン B 群が豊富なの でビタミン B 群運動したらすごい減るんですけど、それを補ってあげないと夏バテ、疲労を感じて夏バテしちゃうんで、豚とかも積極的に使うようにしてます。やっぱり夏にかけては疲労度すごいですか？そうですね、暑くなると一気に疲れやすくなる感じします。じゃあ今日のポイントは、栄養的なポイント、確かに疲労回復にすごいいいと思います、はい。でこれ今日長芋使うんですけど、ズッキーニにしたりとかナスにしたりとか、好きな野菜でアレンジしてもらって、なんかこの豚とこの梅しそのソースがすごい夏にぴったり、さっぱり、ちょっとお酢とかもプラスして入れるんですけど、さっぱりと食べられて、私は結構好きで夏になると作ったりしてます。レシピどうやって浮かぶんですか？レシピは、なんだろう。でもあのオレンジページとかすごい参考にします。はい。とか、あとは何かな。でももうレシピがないぐらいすごいシンプルに作ってて、もうなんか。今日はちょっとソースっぽいの作るんですけど、もう豚とかチキン、鶏肉を焼いて、で塩かけて、でみじん切りのちょっとすりおろしたニンニクとかつける、その塩とニンニクだけですっごい美味しい味になったりして、そういうなんか味付けをあんまり考えないで作るっていうのが私に合ってるかなって、こうなんか作ってて思ったんで。なんかレシピって言われると、レシピないぐらいのお醤油だけみたいな感じで、なんか作りながら、あ、これに塩かけたら美味しそうやなとか思って、そうやって作ってるかもしれないです。じゃあ毎回その調味料とかは出会いというか。あ、確かにそうかもしれないです。なんかこの間は、塩麹をよくお味噌汁に入れて半分半分とかで溶かして麹取ってたんですけど、金沢の時によくそうしてて、でこっち秋田来て、で塩麹また買ったらちょっとなんかしょっぱくって、前のよりでも美味しいんですけど、でそれをちょっとお味噌汁に合わなくなったからどうしようと思って、でなんかドレッシングに使えそう、塩っぽく使おうと思って、で今はそれ、あのブロッコリーに塩麹かけて、でちょっとお酢とすりごまかけてるんですけど、なんかそんな感じでもうチャレンジしてます、いろんなこと。なんか難しく考えずに、ちょっと
ペロって舐めてみて、これ塩っぽい、じゃあこれに使おうとか、これなんからに合いそうみたいな感じでやってます。丹羽選手、要望を伝えることあるんですか？いや、基本的にはもう昼帰ってきてすぐ食べれるように準備しといてみたいな感じで、それ以外も任せてます。じゃあ外食はされない？外食基本的にしないですね。そっかそっか、食べてくんですね。色つくぐらいですか？はい、中火ぐらい、中火ちょっと強火ぐらい。はい、もうなんか生でも食べれるんで、まあいい感じの焼き色ついたら裏返して、うん、一旦取り出して手で加熱やってます。なんかお二人の出会いってすごい遡るって聞いたんですけど、一応小学生の、小学校の時の同級生で、で、中学校まで一緒です。その頃から、その頃はどんな感じだったんですか？全然あんまり、はい、あんまり喋らなくて私の仲いい友達とシオンがちょっと喋ってて、私が隣にいるけど、まあ喋らないみたいな感じで、で成人式でちょっと喋って、そこから仲良くなりました。じゃあ栄養士をマリナさんが目指されたきっかけも丹羽選手ということではなく、はい、なんか偶然？あ、めっちゃ、はい、偶然でした。なんかもともと食べることが好きで食に興味あったんですけど、なんか高校の時に大学受験で、こう大学受けようとか、どんなものを学ぼうって思った時に、なんかその食事を学べば一生使える知識やし、自分とか家族とか周りの人にも健康にできるなと思ったんで、それを学ぼうと思って栄養士になってました。そしたら一人占めできたんですね。本当たまたまで。そうなんですね。じゃあもう選手になられてからずっとお世話になっているってことですね。そうですね。うち選手というかプロになられて、はい、2年目ぐらいから一緒に住み始めたんで、それぐらいからご飯作ってもらってます。やっぱり食事によっていろいろこう、はい、まあ、疲れだったりパフォーマンスだったりとか違い実感します？そうですね、1年目結構試合出させてもらったんですけど、夏過ぎぐらいからもう全然体動かなくなって、でその時はもう自分でなんとかご飯作ってあんまりこだわりとかもなかったんで、まあ食事がそれ一つの原因だったのかなと思って、2年目から作ってもらってそういうことなくなったんで、明らかにそこは変わりましたね。要望ないっておっしゃいましたけど、こういうもの食べたいなとか、こういう今こうだからこうしてみたいなのはないですか？もう基本もう知識は完全にマリナの方がたくさん持ってるんで、まあ、怪我しないように魚たくさん食べるとか、まあ栄養面はもう完全に任せてます。味付けはでも結構メインの味付けとか好み聞いたりして、なんか生鮭とか買ってきたりしたら、私はホイル焼きでバターとかが好きなんですけど、なんか蒸した魚とかあんまり好きじゃないみたいでよく焼いて、で塩つけて食べたりとか。でもなんかそういう好みが夫婦で違うのも栄養的にはいいなと思ってて、なんか私はマヨネーズとか脂質系が好きなんですけど、さっぱりお酢とか醤油とかが好きなんで、でもそればっかり食べると醤油とか塩分高い、で私のマヨネーズとか塩分少ないけど脂質が高くなるんで、なんかそれをいい感じにこう織り交ぜながら食べれるのがすごいなんか
結婚してよかったなというか健康的に栄養のためにね体調管理のために、まあ、一緒に住むといいことがありました。結婚されたのは何年ですか？1年目の終わりですね。5年前、6年前と5年前、はい、救世主ですね。そうですね、本当にこれでいいの？うん、ありがとう。いいかな。一旦取り出して、はい、豚焼きます。盛り付けは盛り付けは最後の、私もめちゃめちゃ苦手です。でかいの、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 確かに。油、もうちょっといくか。すごい、夫婦の連携すごいですね。すごいですか。めっちゃ気が利くんで、本当ですね。今のそのキッチンペーパーで分かりました。そうそう、なんかこれしてほしいってことを言わずになんか沿ってするんで、すごいなと思って。すごい、豚肉飽きた豚とか美味しいですよね。あ、めっちゃ美味しいですよね。このひめっこ、もも豚みたいな、うんうん、いつも買ってます。美味しい、美味しい、わかる。スーパーどこ行ってますか？最初伊徳だったんですけど、今伊徳です。伊徳ですか？はい、伊徳か丸大。あ、丸大、丸大、丸大行ったことないの。他あります？他行ってます？近くにナイスあって、あ、そこお刺身めっちゃ安くって。あ、そうなんですね。ブリとかカツオとか298円とかで取ってるんで、何歳も結構安いですよね。量も結構あって、今日のお昼とかそのカツオをパパッと買って、うん、ドパッてごと食べたりとか。なるほど、なるほど。伊徳で龍太郎くんと2回ぐらい会いました静かにしている。偉いです。なんか味付けとかよりこっちの素材をどう丁寧に扱うかみたいなとこを重視するようになりました。なんかそしたらもうあと塩とか黒胡椒とかだけですごい美味しいんで、なんか焼き方とか切り方とかでめっちゃ変わるなと思って。だってお肉結構変わりますよね。全然違うですよね。で、今日の味付けはこの後分かるわけですね。はい、今日ちょっと凝ってる方なんですけど、醤油、酒、みりん、お酢を入れます。美味しそう。もういつもは醤油だけとか、うん、もうこのポン酢かけるとか。先週よく食べに来てます？一回だけ、あの、たかしと直樹が食べに来てくれました。そうなんですね、はい、なるほど、なるほど。それ以来全然呼んでないんです独占たちそろそろ誰か呼びたいなと思って。そうですかね、はい、いっぱいいますもんね。なんか10分でできますとかってなんか、ね、全然すみません、喋りながらで帰ってきてご飯があるっていいですよね。それはめちゃくちゃいいです、はい、
お昼ご飯やっぱ外食だと練習終わってから結構時間かかっちゃうんで、移動して注文して待ってたら、だから栄養的にも帰ってすぐ食べれるのはすごいありがたい。30分以内とか言いますもんね。そうですね。マリナさん、夏場やっぱ取った方がいい栄養を取って、うん、さっきもおっしゃいましたけど、うん、何ですか、改めて。夏場、やっぱりその日光に当たったストレスとかで、暑いストレスとかでビタミン C がすごい消費されるんで、でビタミン C がなくなると疲労を感じやすくなって、で夏バテとかにつながるので、ビタミン C の多いブロッコリーとかトマトとか、まあフルーツだったらキウイとか、そういうのは毎日摂るように私のところはつけて、であと動いてる時に運動とかしたらビタミン B 群っていうものがすごい消費されるんですけど、それの夏だったら夏バテに直結するんで、こういう豚肉とか赤身の魚とかレバーとか鶏胸肉とかにも多いんですけど、それを取るように意識したりしてます。この前も レバーそう、レバー作られてましたね。はい、何レバーだっけ。そう、豚ニラですか。あ、そう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 。なんかあれも、犬に犬のご飯を手作りしようと思って安い食材探して豚レバーとかたくさん買ってたんですけど、たまたま人間のものに、はい、ニラとレバーがあって、ちょっといい匂いするとかって食べて、そっから結構作るようになりました。もともとはワンちゃんだったワンちゃん用に買ってたんですよ。そうなんだ。盛り付けどうするか。とりあえずちょっと戻して、うん、あ、炒める。あ、どうしよう、絡めるか上にかけるか迷うな。かけてもいい、かけてもいいな。お酒と、お酒とみりんと、うん、大さじ1ずつぐらい、はい、醤油だけ気持ち多め、うん、でもなんか醤油もなんかこの感じ見て量と見て、こんぐらい塩分というかこんぐらい醤油かけたら味付くなぐらいの感覚で、こんな感じで大さじ 1.5 くらいなんですけど、こんぐらいかな。そういう感覚がわからないですよね。ズボラに適当に作っていったら失敗しながら分かってきました。なるほどなるほど。濃かったとかめっちゃ薄いわとか、へこんぐらいでたまにと、お酢、はい、で梅入れて、シソはちょっと上にポソってのせます。はい。梅を入れることで。途端に夏らしくなります、うん、そうですよね。で梅のクエン酸とかで疲労回復に
お酢もそうですし、でなんか食べやすいですよね。なんかさっぱりしてて、うん、ちょっと食欲なくても、うん、本当なんか疲労回復大事やなと思います。なんか鉄分も意識してるのも、うん、すごいなんか疲労が軽減する感じが自分もあって、鉄分足りてないとなんかちょっとやる気が出ないというか、体が重い感じになるんですけど、すぐ体で反応するんですね、は感じる、うん、ね、感じるかもしれない、感じる、うん、でも常にいい状態じゃないですか。そうですね、栄養的にはね、僕は本当に体の状態は常にいいです、はい、怪我もそこまで多くない、怪我も全然一切したことないぐらいで、去年接触の怪我があったんですけど、それ以外は本当にサッカー人生で1ヶ月も離脱してないぐらいです。それを聞くと怪我がつきもののサッカー選手の中では貴重な、はい、特に筋肉系を1回だけ本当小さいの2週間ぐらい休んだ時があったんですけど、それ以外も一切してないんで。そうそう、筋肉系の怪我もなんか私は魚とかをいっぱい食べたらなりづらいって考えていて、なんか魚、タンパク質取るときに魚とお肉とか大豆とかから取るじゃないですか、うん、でその、まあ、お肉食べやすいからお肉をいっぱい食べちゃうと思うんですけど、うん、なんかそうなる、そうするとなんかそのタンパク質の中に含まれている脂質の割合、いい割合っていうのがあって、でお肉ばっかりによっちゃうと体の中で炎症が起きるって言われていて、それを魚の油を取ることでこう炎症がない状態になっていくっていうの でその筋肉炎とか肉離れて炎症とかしてるんで、それを魚のをたくさん食べて炎症を抑えていくっていうので、魚を多めに食べるようには意識していて。魚は例えば何がいいですか、簡単に取れるもの。青魚がその油が多くてよくて、サバとかシメサバ、金華サバとかこっちあると思うんです、金華サバのシメサバよく食べますし、あと今日ちょっとアジのカルパッチョも作ってるんですけど、アジとかイワシのカルパッチョとかになんかこういうエゴマ油って知ってます？これもなんか魚の油と一緒でいいんですけど、これをちょっとかけたりとか、お味噌汁にかけてプラスしたりとか。そうそう、なんか沸騰させちゃうとダメらしいんですけど、それにかけるぐらいやったらいいみたいで。あ、どうかけよう、上から、うん、かけるならかけてみていいかな。かけようかな。あ、どうかな。いいよ、かけちゃう。かけようか。あれ？困らない。じゃあ、はい、完成です。取らせていただきます。はい、結構豪快ちゃいます。盛り付け方。いいと思います。いいと思います。醤油の甘辛い感じと梅の酸味とって感じです。全然梅嫌いでも全然食べれると思います。へー、よかった。